ということで、マッチングアプリが終わったんで、今回はメインストーリーを進めて、あかねさん家にまた桐生さんと一緒に行くってところからやっていこうかな。俺にしても桐生さんの車かっけえな。サンルーフもついてるし、うわすげえ。クラウンにちょっとでも形似てるけど、レクサスなのかな、左ハンドルレクサスなのかな。車種は何なんだろう。まあちょっと見ててもわかんないんで、早速じゃあ乗っていきましょうか。あかねさん家に向かうか。うわ、選択肢聞いてくんの、これ先頭あるのかな、もしかして。まあ準備はバッチリだし、ちょっとレベル上げも少ししたんで大丈夫でしょう。あかねさん家に向かおう。よし行こう。ここです、桐生さん。あ、ここここここで間違いないの。自分も見た目は覚えてるから大丈夫だと思う。バッチリ覚えてますから。パスポートとか置いてあるから、スマホとか。誰かいるかな。鍵開いてましたよ。え、開いてんの、物騒だな。なんか漁られた後でもあるか。いや、そうでもないか。おい、誰かいねえのか。ラインドもカーテンも何もしてないんだな。そうだね。あかねさんが帰った形跡もなさそうかな。なんか一瞬今音がなくなった気がしたけど、気のせい。システムのせいか、なんだ、バグか。あれ、これこの間1番が、そうだよね、あの時のままだね。え、あれっきりじゃ誰も帰ってきてないし、あかねさんも帰ってきてないってことじゃない。そっちはどうでした。いや、手がかりらしいものはなかった。本当に探したのか、ちゃんと。カスガ、何ですか。なんだ、ここがお前のおふくろさん、あかねさんの住まいなのか。そうだけど。あ、まあ本人にはそうだね、会えてないな。本人には会えてないですけど、あかねさんというのはこの写真の人か。え、なんで桐生さんが写真持ってんだ。え、いや、わかんねえ。年取ってるけど。年は取ってるけど、あかねさんだ。よくわかったな、すげえな。俺わかんなかったよ。なんですかこの写真。なんでだ。なんで桐生さんが、なんで持ってんの。え、どういうこと。え、まさか。さっき話したよな、俺今、昨日だけどな、大道実派からある人物の発見と身柄の確保を命じる。嘘でしょ、確保マジ。この人なんだって。はぁ、あ、大道実派が茜さんを何のためにってことですか。え、マジでわからん。え、わかんないんだ。そういうことみたいな。そうだ、桐生さん理由を教えてもらえない立場だったわ。なんだなんだなんだ、今度誰だ、誰か来たか。車の音がしたぞ。うわっ、富澤山芋いるじゃん。ヒモロンゲの山芋くん。あ、山芋だったわ。あれは山芋、なんで。なんで。面倒なやつが来たな。え、知ってんの。知ってるんですか。ハワイの裏じゃちょっとした有名。そうなの、さすが裏社会の王。またそのバル持ってんの。おいおい、先客か、いい車乗ったじゃん。まさかな、そんなことしないよね山井くん。違う、え、ちょっと山井くん、高級車ですよ。な、前この野郎、あー、もったいね。本当に、おい、めちゃくちゃいい車なのに。うわ、足がなくなった、困ったぞ。どうする、お水沢。今度はいいとこ見せてくれよ。いや、怖。はい。お水沢、脅されてんのか、こいつ。やりたくもないことやらされてんのか、借金のせいで。それにしても、なんであいつあんな厚着してんだ。けど、おあいにく様、こっちには桐生さんがいるんだ。そりゃそうだ、もう一人じゃねえかんな。俺いつでも行けますよ。迎え撃ってやりましょう。部が悪いな。え、裏口から逃げるぞ。どうしたんすか兄貴、桐生さん。え、なんか、え、桐生さん、桐生さんいたら余裕でしょ、もうこんな奴ら。
一番だけでも返り討ちにしたのに、こないだ。おお、びっくりした。蹴る必要ありました？蹴り開ける必要なかったでしょ。裏だ。早いな。お、車かかる？それ、茜さんちのだけど大丈夫か？よし、行けたぞ。カスが乗れ。行きますか、よし。動くんじゃねえ。え？富澤？またお前かよ。あ、お前。あ、じゃねえんだわ。お前、富澤だったか。震えてんぞ、富澤。病にやられたとこ、大丈夫？あ、そういえばやられてたな、バールデフ。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと、後がねえんだ。震えてんぞ。この距離ならまず当たらないだろう。いや、まあそうだろうな。合図を出したら乗り込め。すんません、桐生さん。え？ちょっと勝手します。1番さん、余計なことしちゃダメだって。何やってんの？1番くん、いやもう来ちゃうって人。何やってんだお前また。おい、くんじゃねえって。マジで撃つぞ。まあでも富澤撃てなそうだな。お前、ろくな治療受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。骨折れてるとか言われてたしな。はあ、そんなんで油断するとでも。ブル、震えすぎだろ。おせ、撃てねえんだろ、富澤。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。こういう組織関係なのか。はあ、それがどうしたってんだよ。したんだ。そんな尽くせる男か。返してやれ。そんなもん。あって感じだよな。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だ。まあそうだね。けどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。あ、なるほど。お前はあいつに命預けようと思えてるんだ。荒川の親父とは思えねえってことだな。そんなことできりゃ苦労しねえよ。じゃあ、けど今さら歯向かって何になる？ぶっ殺されるだけだ。あ、もう苦しいんだな、富澤。俺らが力になる。マジか。一番さ、え、敵だぞ。こいつ器のデカさがレベルちげえぞ。レベチ。今なんて、俺らが力になるって言ったんだ。キールさんも巻き込まれちゃった。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。信用してくれるか。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。そうだな、住所飲み込んだしな。封筒。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して、誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ。自分と重ねてんのかよ。今のあんたの気持ちよくわかるんだよ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、さん優しく見守ってる。今度は俺が助ける番だ。そう思ったんだよ。一番は受けた恩を他の人に返してくれるやつだな。嫌いじゃないんだろ、キリュウちゃん、そういうの。あ、おー、富澤。お手柄じゃねえか。チンタラしてたら来ちゃってよ。そいつの選曲、ヒモロンゲくんが。またおめえ。またあったな。よく会うね。なんであんたおめえもあかねさんに何か用があんのか。そいつはこっちのセリフだな。それもそうか。母さんはいたか。いや、いねえよ。答える義務は。ああ、そうだった。俺ついつい答えちゃうんだわ。じゃあ義務にしてやるよ。義務。富澤。三つ数えたら撃て。富澤？そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。え、飛龍さんのこともわかんのか？親父。いや、さすがにな。こいつ情報通だな。カウント開始だ。よく分、あれ見ただけでわかるな。決めんのはお前だ。富澤、ここがお前の人生の分かれ道だぞ。
どうすんだ富澤。富澤。え？イリュウさん。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そう悪いもんじゃねえ。この人いつも最後持ってきやがる。はい、さーん。どうすんだ？おお、富澤。茜さんちだぞ一応。富澤。くそ、くそ。やっちまった、やっちまった。大丈夫だ。背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、この二人の竜が背中預けてくれるんだったら、自分の発言には責任を持つ。かなり心強いよな。それが大人ってもんだ。さすが変わらずだな。二匹の竜。お前ら一人は殺して残りは両手で足でしょ。おっかな、そんなこと言わないで。富澤殺すなよ。おいおいおい、怖えな病。直接けじめつけるからな。こいつマジで怖え。調子乗ってんじゃねえぞ。病いっぱい。よし、おお富澤。てかあのレンチは富澤くんの武器だったんだね。あ、そういうことか。とりあえずこの全体攻撃で。よっしゃー、いいよ全体攻撃で。ヒルさんカリスキック使っちゃうか。とりあえずこれで巻き込んで早めにザコは処理していきたい。よし、あ、ミスター。くそ。こいつなんかビリビリ、あ、すごいのあれじゃん。でもどうしようかな。とりあえずなんか、とりあえず小ダメージか。とりあえず攻撃どんなもんかわかんねえからな。別に弱ってるやつに攻撃してみよう。おお、ああ、弱いな富澤。やばい富澤、まずい。富澤切りつけ、まずい。富澤なんでスパナなんだ。やばい、危ねえ。一番ナイス。とりあえずこいつは弱ってるけど、こっちを先にやろう。よし、オッケー。で富澤が弱ってるやつはやっちゃおう。で体力強いやつは、あー強っ。で富澤でこれ倒せんだろ。弱富澤。富澤はこれから強くなる目処あるから。とりあえずではこれで、よしよしよし、あ、ナイス。ナイスコンビネーション。富澤やるやん。須田を倒した後池上だけ。危ねえ、くそ。お、富澤武器使うのうめえなお前。よし、これで追撃。あ、それは痛そう。池上倒した、よっしゃ。今のうち逃げるか。オッケー、結構楽勝だったね。まだ強くなれるかな。ヒルさんやった、これで MP 回復した。よっしゃ、よし。あ、これぐらい大したことねえよな。めっちゃ見てる。ヒルさんの正体バレたかな。はぁ、めっちゃ見てるんだよ。怖え、こいつ。どっちかっていうと切れもんそうだよな。頭脳派っぽい感じがする。はい。とりあえず今回富澤は連れて病とは戦わないんだ。よかった、なんとか逃げれた。でもなんか体験版もここあったような気がするんだよな。体験版の時病と戦わなかったっけ。いや忘れたな。へじゃねえよ。お前封筒飲み込んだら忘れてねえかんだ。吐き出せ。まあ、結局これだからいいけどな。もう必要ねえし、住所は。間違いねえ。本物だ。え？キリュウ。うわー、知ってた。キリュウカズマが生きてやがる。マジか。お前日本の極道社会詳しすぎんか。ゴルジャパン。病もでもなんだろうな、もしかして日本にいたのかな。あ、東上界直系田畑組にいた。え、知ってんの。あ、そうなんだ。田畑、そんな直系あったっけ。直系にありましたっけ、そんなとこ。お前が荒川組に入ったくらいに解体されて、よそに吸収されてたんだ。そうだったんだ、そんな昔。ああ、なら知らない。かなりじゃあおっさんじゃねえか。
これは俺もこっちに来る前に大道寺一派から知らされたことだが、病は親分である田畑修二を殺して海外に飛んだ。そうなの？何のために？親殺しですか。お前は本当に顔見てるね。別に俺に気使う必要はねえよ。あ、いや、そういえば桐生さんもそうだったな。一応罪状的に気使わせちまって、まあ、やったの錦山だけどね。話を戻す。組長は病が田畑を殺害したのはいわゆる地上のもつれってやつが原因らしい。このもつれ？地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん田畑由衣という女性に惚れていたらしい。ほう。親分の奥さん。奥さん？あ、そういうこと？ああ、事件当日病は田畑修二と由衣をめぐって口論が発展し殺害。その場にいた田畑由衣に暴行未遂を行った末逃走。マジで？田畑由衣が警察にそう証言していて、物的証拠も揃って。リップしようとしたってこと？田畑由衣を。それで病は絶縁処分を受けて、すぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。でハワイに逃げたのか。いつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。でもできる男なんだな。そうだったんですか。こっちでもこんだけ権力持ってるってことは。富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。この辺知ってるか。今から行く家にばあさんがいたら捕まえろ。いなければ矢探しして手がかりを見つけろ。声高えな。そういう命令だった。じゃ詳しい内容までは知らねえのか。病も茜さんが目当てだったか。あ、でもそれは分かったな。でもよ、なんで連中が。茜さんは何者なんだ一体。知らねえ。俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。あ、そういう系か。参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ。とにかく茜さんがキーマンなんだ。俺は茜さんに会いにあの家に行った。そうだね、一番。そしたら茜さんは不在でメイドを名乗る千歳って子がいた。あ、睡眠薬飲まされたね。俺は千歳にもてなされたと思ったらどうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。ひむかれたね。全裸で放り出されたもんだから札にパクられちまって、その上他の事件の濡れ衣まで着せられそうになってとんずらこいてるところ、桐生さんに助けられた。とんでもねえ、あの汚職警官いたな。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか病が現れて奴も茜さんを探してることが分かった。そして桐生さんも探してるのが茜さん。 あとそうだ、思い出した。千歳は茜さんは明日帰るって言ってた。そうだ、ってことは今日だよな。でもさっき家に茜さんはいなかった。帰った形跡もなかったよね。理由は分からんが、茜さんが追われる身なのは確かだ。どうせが家に戻らないのは逃げて一番を安心させるためについた嘘なのか。誰かに捕まった。俺たちや病以外にもその可能性もあるのか。茜さんを追ってる奴がいるってことですか。何者なんだ一体。そう考えてもまあ、これだけ集中砲火されたらな。くそ、どうなってんだ。沢城の頭なんか知らねえか。病みてえな連中に追われてるってんじゃん。放っておくわけにいかねえじゃねえか。また追われてんの。40年前と一緒で。だが茜さんを探すにしても今は手がかりが。あ、そうだね。今日はもう切り上げだ。あ、一旦切り上げるしかねえか。しばらくは俺のホテルに泊まる。え、いいんすか。え、いいすか。同じこと言ってる。いいも悪いも他に当てはねえ。まあそうだね。それもそうっすね。お世話になります。それにみんなで一緒にいた方が努力的にもいいよな。それでいいか。安心できる。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。まあ、まずお前は治療してやんなきゃな。それじゃいいか。で、一旦ホテル行きますか。富澤が仲間に加わりました。こんなにあっさり。こんなにあっさりでいいのか一体。だからもうちょっと強くしてえな。
あんまり強くないんだよな。なんかお寺みたいだな、ここてか。こっからこのまま行動する感じか。あ、そんな感じだね。パーティーチャット。街中で、あ、これはまあ見たな。富澤のちょっと、能力見てみようか。エリック富澤。実はそういう系なんだ。なるほどね。あ、でも、絆レベルもあるしな。かなりあれなんじゃないかな。ほんと、最終まで仲間でいる感じなのかな。富澤は攻撃力50。弱え。防御力45。弱え。魔力49。弱え。瞬発力72。弱え。魔防43。こいつ、モブキャラか弱すぎだろ、マジで。で、ホテルは、あ、ここか。ここまで行かなきゃいけないのか。結構遠いな。セグウェイ、あ、てか、タクシーがねえな。タクシーで行けねえ感じか。じゃあ、とりあえず乗ります。するなよみんな乗るのなんだこれみんなして乗るのいいな、これ。これいいな。これちょっとサムネにしたいな。いやー、いいな。みんなでセグウェイ。これ楽、いや、かわいいな。全員乗れるのかよ。いいね。楽しい。よーし。お、あれもう降りることになるとは思わなかった。早いよ。なんだこれ。光る紙？ピカピカ光ってんな。なんだろう。特殊素材か。おみくじ大吉。おみくじの大吉。神社にいるカムロップに持っていくと、おみくじポイント4ポイントに交換できる。何それ。なんかの紙切れか。いや、おみくじって言ってんだろ。大吉どういうこと、まあ、なんかいるし、怪しいキャラ。おお、そんなところにも飛ばされていたのか。ありがとうよ、拾ってくれて。ん？ん？新宿のゆるキャラなんですけどね。うおなんだよ、驚かすなよ。それはこっちのセリフだ。なんだお前、カムロップです。俺はこの神社で働いてるカムロップってもんだ。まあ、ご当地キャラ的なものだと思ってくれて構わない。なんでカムロップがハワイにいるんだ？ははぁ。カムロップって確かカムロ町のマスコットだったような。そう、その通り合ってるよ、一番くん。ん？てかいうか、お前もしかしてカスバ、ごめんなさいね。カスが一番か。なんで知ってんの？え、まあそうだけど、あ、でも都庁の青木と戦ったからそれはわかるか。どこかで会ったことあったか？俺だよ、俺。前に横浜で大門集めしてくれただろ。あー、なんかあったな、そんなの。大門、登場会の大門。そういや、元登場会の男に散らばった組の大門を探してくれって頼まれたことがあったら、例えばセブンであったね、そんなこと。あの時は近江連合の連中に見つからないようにカームロップ姿になってたんだったな。そいつがこいつなの？もしかして。お前、あの時の元登場会組員か？そうなの？そうだ、久しぶりだな。まあこんなところで再会するとは思わなかったぜ。バイは世話になったな。確かに。なんでわざわざハワイにいんの？おおっていうか、そんならなおさらこんなとこで何してんだよ。まさかハワイにでも大門探しってわけでもねえだろ。それは違うよな。あの一件で登場会への義理は果たしたつもりだ。いつなんか歴代のキャラだったりするのかな。俺はこれまで人様に迷惑をかけるばかりの人生だったから、心機一転、これからは誰かのために生きていこうと思ってんだ。いい心がけ。全く新しい土地で第二の人生を始めてたってわけさ。わざわざそのカムロップを横領してそのカムロップかぶってる時点で第一の人生を思いっきり引きずってる気がするんだかいい感じに突っ込まれてる。細かいことは気にするな。実はずっとこれをかぶってたらすっかり馴染んでしまってな。脱いだら落ち着かなくてなって今もずっと着てるんだ。そんなことあるか。お前、着ぐるみ少女かよ、ロストジャッジメントの。そのおかげでちょうど神社のマスコットを作ろうとして、ここの神主さんに拾ってもらってさ、こうして働かせてもらってるわけ。そんなご縁があったのかよ。芸は身を助く、ん？ってやつかな。それに意外と通気性もいいから快適なんだぜ。暑いだろ、お前は病か、さっきのコートまで来て。ゲーなのかこれそうとは言うのかな。怪しいな。まああんたの事情は分かった。じゃあ第二の人生頑張れよ。冷たおいおい、ちょっと待ってくれよみたいなパターンだろ、どうせ。ちょっと待ってくれ、やっぱり大体そういうパターンだよな。なんだよ、逆にもうこっちは用ねえんだけどな。実は頼みと言っちゃなんだから、おみくじを探してきてもらえねえから、ちょうどお前がさっき拾ってきたやつだ。全く探し物やんの？お前常に何か探す人生じゃん。え？
あ、これか？てか、おみくじ探すってどういうことだ？確かにどんな理由があるのか。まあ、聞きましょうか。実はここで働くことになって妙にやる気が出ちゃってな、知らねえよ。役に立ちたくて日本から助剣新たかなおみくじを輸入してこの神社で売ろうと思ったんだ。まあそれはいい心がけっていうかいい商売だね。で、家に届いておく。失礼。ここに持ってくる途中で面白そうなお土産屋を見つけてさ、ついでについついあちこち観光しちまってな。こいつアホなのか、それで落としたとかじゃないよな。てんてんてん。改めて神社に着いた時、おみくじが入っていた袋は空っぽだった。なんと驚くことに袋に穴が開いていたんだ。バカ。間抜けすぎる。そんなことある、気づくだろ途中で普通。俺はお前の行動の方に驚いているが。てんてんてんだったからな。給料全額前借りして調達したおみくじだったから、あれがないと俺は生きていけねえんだ。それにおみくじ引いて楽しむハワイの人たちの笑顔を見たいしさ、一般人じゃん。もうとても極道とは思えない。怖い怖い、その歩み寄り。だから頼む、ハワイに散らばったおみくじを探してきてもらえねえか。そんなさ、ちょこちょこしか歩けねえのによくさ、いろんなとこ回れたな。俺は神社のマスコットだから、うかつにここを離れられないんだよ。よくその格好でいろんなとこ観光し回ったら。何度も突っ込むけど。ああ、わが、わかったわかった。だから仕方ねえな。探してきてやるよ。だからちょっと離れろ。暑苦しいしな。本に切るぜ。さすが春日だ。ってわけじゃねえが、探してくれたおみくじの点数に応じて役に立つもんと交換してやるよ。何か景品的な、そういったコインロッカー要素なんだろうな、多分。おみくじの点数？大吉4点つってたよね。大吉なら4点、中吉なら3点、吉なら末なら2点、今日なら1点といった感じだな。やっぱり大吉が一番喜ばれるんだけど、数が少ないからさ、その分報酬も弾ませてもらうよ。なんで俺もおみくじ感やらされてるんだろう。いったところ、お前もただの旅行でここにいるわけじゃなさそうだし、まあ詳しく詮索するつもりはねえけど、どんなところで鋭いなこいつ。確かにな。ということで、おみくじ探しよろしくな。なんか急にシュールになった。街中を歩いているとおみくじを入手することがあります。おみくじを集めて神社にいるカムロップに渡すと、拾ったおみくじの点数に応じてアイテムと交換できます。おみくじの点数は大吉4点、中吉3点、小吉2点、今日1点です。急に BGM なくなるんだよな。何だったんだろう。まさかハワイでガムロップに会うとは思わなかったが、おみくじを見つけたら持ってってやるとするか。ほんとまさか会うと思わなかった。めっちゃダッシュしてきた。お前らどこ行ってたの。じゃあもう一回セグウェイ乗っていきますか。やっとこいつらどっからセグウェイ出してんだろう。魔法か。やべえ、絡まれんの。そうなの、セグウェイは絡まれないとかじゃないの。そうなの、マジかよ。じゃあとりあえずもう一回やっときますか。よいしょ、オッケー。まあもう8レベルのやつだったら大したことねえから、とりあえずこれで飛ぶかな。よし飛んだ、よし巻き込めた、ナイス。俺の番だ。で富澤でこのまま追い打ち。なんでそのゴミ。そのゴミ蹴るの必要だったから、いらない気がしなくて。これ飛ぶから、よし、吹き飛んだ。あー、吹き飛ぶんだけど当たらなかったな。まあ、追い打ちしとこう、とりあえず。ハルダーを倒した。じゃあ、あともう一人から。富澤の攻撃。富澤頼むぞ。うわ、ひょえー。モンキー使ってんのに。モンキーって強いはずだけどな。やべ、弾を詰め込みやがったから、打つ前に倒しきりたい。よし、キルさん行け。キルさん、とどめだ。よいしょ。いや、金敵蹴っただろ、今。金敵潰しだな、完全に。いやー、すげえ痛そうだった、今。本座はレベル8なの、てか。怖くね、まず。なんか今、カメラ、画面あったら。でも、ここ通れねえマークになってんな。こうやって行けばいいんだ。ん？ああ、このままなんかこれ、道筋をこうやって行けっていうことなのかな。なんかそういう感じっぽいけど、でもな、ちょっと。あー、セグウェイに乗ったままはダメなの。セグウェイに乗ったままこういうアイテムは拾えねえんだ。いや、こいつらちょっと会いたくねえな。無視したい。やめて、お願いします、すいません、見逃して。いけー。よし、危ね危ね。なんとかとりあえず通り過ごすことができた。わー、なんかイベントやっぱり。だと思ったよ。タムロップだけじゃ物足りねえなと思ったんだよ。ん？お？どうした？いや、あいつらなんかヤバそうな感じがして。どいつら？
あ、あれか、なんか絡まれてんのかな。日本は安全で聞くけど、ハワイは大通りから外れると一気に治安が悪くなる。そうなんだ、怖え。待った、この中でも堂々としてる奴らは相当腕自慢が多い。用がなければ近寄らないことをお勧めするよ。オス系か、街中に出没する特別な敵。うわー、これね、動画回しないときにやったんですよ。レベル16とか出てきて超強くてさ、さすがにちょっと負けたわまあ、やり直ししてやめたんだけどさ、街の中には頭上に王冠マークが表示されている特別な敵が存在します。この敵は戦って倒すまでその場から離れることはありません。倒すことで金庫の鍵などが手に入ります。ある程度レアなアイテムが入るってことだから、他の敵と比べてとても強いので攻勢の際には注意が必要。そういった注意書きも教えてくれるんだね。早く教えてほしいよ、俺やっちゃったもんこの前に茜さん家行く前に。確かにな、別に喧嘩を買う理由もねえし、近づかないことに越したことはないだろ。はい、ですよね、了解です。じゃあなるべく避けながらホテルに向かいましょうやれって言ってるようなもんじゃん、こんなの。まあでもとりあえず今回はいいか。まあで時間的にはどうだろう、今もういい時間からもうちょっと近づくか。とりあえずなんかホテルの近くまで行きたいね。とりあえずあいつらは避けよう、こいつら避けて、よし、いいぞ。やべ、ヤッホー。あー、声もかけらんないの、セグウェイ乗ってる時。なかなかこれでちょっと移動しか使えねえんだな。なんかセグウェイかけたまま挨拶できたりしたらいいんだけど。あ、やべ、ついちゃったついちゃったな。ここだ。いやー、いい、さすが大道寺、大道寺っぱだな。